ジョージ・オートンはカナダの陸上競技選手。中距離の選手として1900年パリオリンピックに出場。カナダの選手として初めてオリンピックでメダルを獲得した選手である。オートンは1893年にペンシルベニア大学に転校する前まではトロント大学の大学院生であった。その時すでに北米では中距離のトップ選手の一人であった。彼はカナダとアメリカ、 イギリスの1マイル、2マイル、障害物競争でタイトルを獲得していた。オートンが1892年に打ち立てた1マイルのタイム4分21秒8は30年にわたりカナダ記録であった。彼は通算121勝したという記録が残っている。オートンは1896年に博士号を取得する。しかし競技はそのまま続けていた。そして、 カナダが初出場した1900年パリオリンピックに2500メートル、障害と4000メートル障害、400メートルハードルの3種目の選手として参加する。まず出場した400メートルハードルの予選、第2組は2人が決勝進出することになっていたが、出場者も2人であったので、全力で走らなくとも決勝進出を果たす。 そして翌日はまず2500メートル障害の決勝、オートンは6人出場したレースで終始4位につけていた。そして、ファイナルラップの最後の直線で3人を抜き金メダルを獲得。これがカナダにとってオリンピック初となるメダルでもあった。ついで出場した400メートルハードルは4人が出場する予定であった。しかし、この日が日曜日であり。 一人が危険したのでメダルが確定。オートンは3人中3位で同メダルを獲得した。結果として400メートルハードルは何もしなくてもメダル確定という結果であった。翌日出場した4000メートル障害では5位で終わった。その後、オートンはペンシルベニア大学の陸上コーチとなる。そして東大学の陸上競技の歴史に関する本を執筆した。さらに、 カナダのスポーツの殿堂入りを果たしている。ありがとうございます。